スナップマッチロックは、マッチロック式アーキバスの点火機構の一種。ヨーロッパでは1475年頃から1640年頃まで、日本では1543年から1880年頃まで用いられた。重心の上に、蛇形で先が止め金になったレバーがついており、通常は、これが弱いバネの力で、日皿の上に浮いた状態になっている。ボタンを押したり、 トリガーを引いたり紐を引いたりすることで、レバーと共にその先に固定したひなわが振り下ろされ、点火薬が乗ったひざらに叩きつけられる。そこで飛び散った火花が、重心に開いた点火口を通って内部に入り込み、中に込められた発射薬に点火、爆発させて、銃弾を発射する。点火の際によくひなわの火が消えてしまうため連発が効かず、ヨーロッパではもっぱら狙撃用の武器として用いられた。 日本では記録に残っている上では1543年に種ヶ島に漂着したポルトガル人によって初めて鉄砲が伝来した。日本のいわゆるひなわ銃はポルトガル人のスナップマッチロック式アーキバスを元にしているが、これはもともとポルトガルが1510年にゴアを占領し、1511年にマラッカを征服した時に使用したものと同型であった。 ありがとうございます。